ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、日本は 14,125 島の島がある国だって知っていたか？知らなかったわ。そんなに島の数があるのね。ああそうなんだ。しかも当たり前だが島それぞれの特徴と魅力がある。日本海側最大の離島佐渡島って聞いたことはあるか？あるけど、詳しいことはわからないわ。魅力のある島なのかしら？佐渡島は日本最大の金山があったり、天然記念物トキが最後まで生きていた土地でもあるんだ。今日は金山の真相や時の裏話をしていこうと思うから期待してくれ。実は最近某海賊漫画の影響で島にも興味があったの。詳しく知りたいわ。言ってなかったけど私、今海賊を目指しているの。やっぱり世の中は一攫千金が重要かなって。衝撃的なことを聞いてしまったぞ。まあ大金持ちを夢見る気持ちはわからないでもないが、あの漫画を通して一攫千金を夢見ているのは、ちょっと謎だがな。まあ気を取り直してじゃあ今日は佐渡島について説明していこうと思う。よろしくお願いします。それでは、ゆっくりしていってね。まずは佐渡島とはどこにあるのかということだが、新潟県かしら、旅行に行った時に佐渡という名前を見た気がするわ。おお、正解だぜ。佐渡島は新潟県の西部に位置する島だ。全域が新潟県佐渡市に属していて、佐渡弥彦米山国定公園、佐渡ジオパークに含まれている。やっぱり新潟県なのね、大きい島なのかしら？面積は 85,481km。本州などの主要4島と北方領土を除く日本の島の中では、沖縄本島の次に大きな面積を持つんだぜ。人は住んでいるの？もちろん、人口は 52,135 人ほどだが住んでいる。島の形も特徴的で、見る人によってはカタカナの A やアルファベットの S にも見える。私には漢字の項にも見えるわ。いや、絵と同じだろ。まあいいか。そして地形は大きく3つに分けられる。北に大佐渡山地、南に小佐渡山地。この2つの間に国中平野が広がっている。一つの島に景観の違う3つの地形があるなんて面白いわね。動物や植物は本土と同じような感じで生息しているのかしら？おお、いい質問だな。実は植物や動物の種類に富んだ島なんだぜ。なぜかというと佐渡島の周りの海は暖流と寒流の接点になっている。二つの接点にはプランクトンが豊富に集まる。それを餌に魚が集まるから豊富な水産物の宝庫なんだぜ。しかもそれぞれの海流から別々の種類の魚たちが集まるから、いろいろな種類の魚が見られるんだ。あとは暖流が流れ込んでいる影響で冬でも比較的温暖な気候になっている。だから、島内で北海道沖縄両地方特有の植物が同居する、非常に珍しい植生地域なんだぜ。しかも地形によってそれぞれ生息できる動植物の種類も変わるからな。三つの地形に分けられる佐渡島は、積雪がある場所とそうでない場所が、島内でもあるくらいだ。その地域ごとにバラエティに富んだ種類の動植物が見られる。そうなのね。本土と繋がっていないところを見ると、佐渡島だけに生息する動物とかも、いるのかしら？そうだぜ。本州から隔離されて数十万年経ったからな。佐渡モグラ、佐渡のウサギ、などの佐渡島にのみに生息する固有種もいるな。おお、その島でしか見れない動物と聞くと、某海賊漫画の影響ですごく興味そそられるわ。あの漫画も、それぞれの島にしかいない動物や植物がいたからな。島についてもっと詳しく知りたいわ。わかった、わかった。それじゃどうやって島ができたのかを見ていこう。佐渡島の誕生は今から3000万年前に始まる。すごい、かなり昔まで遡るのね。縄文時代の始まりが約1万年前だから、気の遠くなるほどの昔だぜ。その頃はまだ日本列島はなくてユーラシア大陸の一部だった。約2300万年前、大陸の東縁で激しい地殻変動が起こり、大きな亀裂が生じた。その結果、大地は陥没し、陥没地の中では激しい火山活動が起こったんだぜ。この時に流出した溶岩や火砕岩が、佐渡の大地の大部分を占めている。そして約1700万年前になると、陥没地の中に海水が流れ込み、後に日本列島になる部分が大陸から離れ始める。おお、日本海の誕生ね。そうだ。大陸の東縁部分は大陸から完全に切り離されて、日本海ができたんだぜ。日本海は広くなるにつれて深さを増していき、切り離された大地は海の底に沈んでいった。それからどうなったの？佐渡島自体は海の底に沈んで島の一部が、プレートの移動によって盛り上がってくることで海面から顔を出してできたんだぜ。約300万年前、
日本列島の下に沈み込むフィリピン海プレートが移動する向きを変えたことで、東から圧縮する力が加わって日本列島全体が隆起し、佐渡島も上に上がってきたというわけなんだ。大プレートの移動によって地形が少しずつ現代に近づいてきたのね。そうだ。ただ、まだまだ現代と同じというわけでもなかった。海面上に現れた頃の佐渡は、大佐渡小佐渡の二つの島でできていたんだぜ。現在の国中平野にあたる部分はまだ海のままだったが、やがて二つの島から流れ出た土砂などで島同士がつながり、約2000年前に現在の佐渡島の姿に変わったんだぜ。某海賊漫画も仲間一人一人の歴史を追いながら読み進めるから、思わず感情移入してしまうんだけど、佐渡島の壮大な誕生の流れには、ただただ自然の偉大さを教えられている気がするわね。そうだな。長い年月をかけて島の形が作られていく様子は、なかなか壮大だよな。ちなみに佐渡島の誕生には火山活動が大きく関わっている。佐渡島では玄武岩、安山岩、デイサイトといった火山岩が広く分布し、龍門岩も随所に見られるんだぜ。そしてこれらの岩石は、約2000万年前、湖と山が点在する地溝帯の中で、激しい火山活動によって作られてきたんだ。土地の様子を見ても岩がゴツゴツしているのは、火山活動と密接な関係があったからなのね。そうだぜ。それから現在も佐渡島の隆起は続いているんだぜ。佐渡島沿岸では海成段丘と呼ばれる地形がよく見られる。これは名前の通り、海岸線に発達した階段状の地形のことなんだ。繰り返される地震は、平らな沿岸を高所に引き上げ、それと同時に新しい海底面が陸化していく。波で侵食された海底面が地震によって隆起していくことで階段状の地形が、陸地になっていったんだ。そしてそれは大きな地震の度に、現在少しずつ陸地の部分が隆起しているんだぜ。それじゃあこれからもその変化を見続けることができるのね。ああそうだぜ。なかなか楽しいよな。そうね、そしてもう一月になってきたの。地形の変化はなかなか壮大だったけれど、佐渡島って人の住んでいる島よね。人はどのタイミングで住み始めたのかしら？その歴史も気になるわね。じゃあ次は佐渡島と人間の歴史について見ていこう。お願いします。遺跡の出土品から、佐渡島には、1万年前から人が住んでいたことがわかっているんだぜ。日本最古の歴史書である古事記の国海神話には、大屋島の7番目として登場している。縄文時代頃ね、かなり前から住み始めていて驚いたわ。そうだな、割と早い段階で人が住んでいたんだぜ。そして奈良時代にすでに一国とされ、流刑地にも定められていた。ああ、悪いことをしたら流されるという場所、いわゆる島流しの場所ね。某海賊漫画でも入ったら一生出られない監獄に入れられている海賊もいたけど、島流しもなかなか残酷よね。そうだな。島流しも簡単に島を抜けることはできないしな。佐渡島は722年に皇室批判を行った万葉歌人の穂積の遊びお湯をはじめとして、1221年に承久の乱で敗れた順徳上皇、1271年に鎌倉幕府や他教を批判した日蓮聖人、1434年に時の将軍の怒りを買った能楽の大成者である世阿弥など、中世までは政争に敗れた貴族や知識人が流されてきたんだ。結構有名な人も流されているのね。ああそうだ。それと佐渡島は島流しの場所だけじゃない、霊夢の夢の一攫千金にもつながる、財宝の島でもあったんだぜ。平安時代後期の今昔物語集にも記録されている通り、昔から金が取れる島として知られていた佐渡島だが、江戸時代に入ると、その有望性を見出した徳川家康が幕府直轄として本格的に金銀山開発を進め、採掘された金や銀が江戸幕府の財政を支えたんだぜ。鉱山の繁栄によって日本各地から山師、金掘り、大工、測量技術者、商人、漁業者などが集まり、人口が急増したことで食料需要が増えたため、鉱山の技術を応用して海岸段丘上に神殿開発が行われたりもした。ああ、さっき出てきた海岸段丘ね。そうだぜ。それから鉱山で使用する炭木材等の生産資材確保のため、山間部の森林も見林括弧管有林として奉行所による厳しい管理が行われていたんだが、森林や農地が大切にされてきたことで、独自の植物や動物が生息することにもつながったんだ。豊かな自然をとても大切にしていた島なのね。ああそうだな。そして、自然とともに資源の部分でも興味深いのが金山だ。そうだ、日本最大の金山があったのよね。ああ、次は金山について見ていこうと思う。
楽しみだわ。佐渡金山は、1601年に山氏三人により開山されたと伝えられているんだぜ。おお、伝説の三人みたいでかっこいいわね。そうだな。某海賊漫画にも数字のついた強い海賊たちがいてワクワクしたから、こういう人たちを想像すると血が騒ぐわ。嬉しそうだな。とりあえず、引き続き佐渡金山の歴史を見ていこう。1603年には徳川幕府直轄の天領として佐渡奉行所が置かれ、碁盤の製造も行われ江戸幕府の財政を支えた。そして1869年に官営佐渡鉱山となり、西洋人技術者を招いて機械化近代化が図られた。1989年3月残念ながら、資源枯渇のため操業を休止し、400年近くに及ぶ長い歴史の幕を閉じるまで活動し続けた金山なんだぜ。かなり長い歴史を持った金山なのね。他の金山と比べて特徴的な部分はあるのかしら？佐渡島の金山は、金に関する鉱山で19世紀の半ばまで伝統的手工業のみによる採掘が行われ、鉱山地区だけでなく生産組織を伝える集落地区も残っているところが特徴だ。こういった特徴の鉱山は世界でも唯一と言われているんだぜ。人類の鉱山の歴史はおよそ2つに分けられる。手工業で鉱山開発を行った機械化前と、15から16世紀の大航海前を境にヨーロッパを中心に、進んだ機械化後の大きく2つだな。佐渡金山は機械化前の手工業による人類金生産システムの最高到達点とも言われているんだぜ。金の採掘だけでなくその生産体制まで整った環境だったのね。そうだな。実際に豊富な金が採掘された頃もその生産体制向上に拍車をかけていたようだが、どのくらいの量の金が採掘されていたのかしら。江戸から平成まで388年間に産出した金は78トンだ。すごい。まさに日本最大の金銀山と呼ばれるだけはあるよな。佐渡金山の金鉱脈は、東西3000メートル、南北600メートル、深さ800メートルに広がっていた。そして開削された坑道は、まるでアリの巣のように広がり、総延長はなんと約400キロ佐渡から東京間に達していたんだぜ。案外年月をかけてそれだけ掘り進められたのね。そうだな。それを機械ではなく人の力で進めていったというところに歴史的価値があるんだぜ。史跡佐渡金山には、江戸から明治、そして平成の操業停止に至るまでの長い歴史を物語る数々の遺構が、豊かな自然の中に溶け込んで至るところに残されているんだぜ。広大な敷地に点在する坑道跡、採掘施設、精錬施設など、そのほとんどが国の重要文化財、史跡、近代化産業遺産に指定されている。400年間の先人たちの営み、鉱山技術や生産システムの変遷のほぼ全てを見ることができる。世界でも例のない大変貴重な遺産だな。2010年にはユネスコ世界遺産暫定リストに記載、現在本登録に向けて準備が進んでいるんだぜ。遺産になる日が楽しみね。ああそうだな。金山の歴史をざっと紹介してきたが、いいところばかりでもなかったということを、最後に伝えようと思う。400年の歴史の中で、金山で働く人々の強制労働の実態があったりもしたんだぜ。それはどんな状況なの？江戸時代後期の1770年頃からは江戸や大阪などの無宿人不労者が、強制連行されてきて過酷な労働を強いられたんだ。その労働は極めて過酷で、佐渡の金山この世の地獄、登るはしごは皆剣と言われた。江戸の無宿者はこの佐渡御用を何より恐れたそうだ。さっきの島流しのように、戻ってこれないから、強制的に働かせるという環境として条件が最高だったのかもしれないわね。ああそうだな。収容する小屋は銀山間の山奥の谷間にあり、外界との交通は遮断され、逃走を防いでいた。小屋場では差配人や小屋頭などが監督を行い、その残忍さは牢獄以上で、期限はなく死ぬまで重労働が課せられたんだ。金の採掘という華やかな出来事の裏では、労働問題など常につきまとっていたのね。そうだな。多くの人が関わってきたからこそ、そういう歴史も付随しているんだな。なるほど。勉強になりました。佐渡島自体は、金山という富の部分でも優れていたが、最初に説明した動植物の豊富な点でも優れているんだぜ。最後はそれを見ていこうか。はい、お願いします。本州から離れて数十万年が経っている佐渡島。こういう風に島としての独立した期間が長い状態を、地理的隔離と言うんだぜ。例えば陸続きだった時代に佐渡島と本州の両方に生息していた同じ虫が、その後海ができて佐渡島が独立し本州との行き来ができなくなると、
島に残された虫は環境に適応するために本州とは違う変化をしていくんだぜ。地理的隔離の状態にある佐渡島では、その環境に合った体を手に入れた特有の生き物が多いんだ。最初に言っていた佐渡がつく動物たちね。ああそうだぜ。それだけじゃなく、最初に言ったが、佐渡島は時の最後の生息地でもあるんだ。時って、絶滅した鳥じゃなかったかしら？ああそうだ。でも少し違うんだな。時は2003年に確かに自然に生息していた1羽が丸に、絶滅した。ただ今の佐渡島には400羽ほどの時が生息している。どういうことなの？日中友好の象徴として中国から1999年に2羽の個体が提供されたんだ。この庭から初の人工繁殖によるヒナが誕生し、この後も、提供された3羽を含めた計5羽の個体から子孫が増えていったんだぜ。一度いなくなってしまった時を復活させたのね。そうだぜ。某海賊漫画でも一度登場して、しばらく出てこなかったキャラクターが、全然違う話で登場することがあるけど、その時大興奮なのよね。それと同じ興奮を今覚えたわ。それはよかったな。それじゃあなぜ時の提供先が佐渡島だったかというと、佐渡島自体が豊かな自然や水田が残っていて、時の餌となる土壌や谷地が、豊富にいたことが一つの理由になる。もともと佐渡島に最後まで時が生息できたのも、豊かな自然が残されていたからで、その影響もあって、割と早い段階で島の農民を中心に時の保護活動も活発化していたんだぜ。こうした民間の動き受け行政も乗り出し、本格的に時の保護活動を進めていく形となったが、状況は少しずつ悪くなり、最後の1羽が丸んでしまったんだ。それでも早くから保護活動に取り組んだという点や、時の生息しやすい土地環境がある点など、時を復活させるために条件が揃っていたから、佐渡島へ時の提供がされることになったんだぜ。島の農民を中心に時を守ろうとしたこと、なんだかいい話ね。そうだな。今現在も時の保護活動は続けられている。あまり知られていないが時は極めて手のかかる動物なんだぜ。放鳥すれば、あとは勝手に餌を取り繁殖を繰り返していく生き物ではなく、土壌や谷地、虫などはかつて田んぼやあぜに生息していた餌も必要になる。ただ機械化農業の進んだ現代では、農薬の影響もありそういった餌になる生物が少なくなってしまった。だからこそ、現在佐渡島では時の保全のため、農薬や化学肥料を5割以上減らす、除草剤はまかない、田んぼで生き物調査を年2回行う、水路の設置など、5つの技術要件を1つ以上行う、厳しい条件で栽培されたコシヒカリなどの米を、市が認定し売り出すなどの取り組みを行うことで、時の餌場になる田んぼやあぜを残そうとしているんだぜ。空を自由に飛ぶ時を、これからもずっと見ていられるように活動が続くといいわね。そうだな。人間が壊した生態系なら、それを責任を持って元に戻していくことも大切だな。今回の、佐渡島についての話を聞いて、どう思った？地形の変化によってできた島には、たくさんの魅力が詰まっていること分かったわ。金山や動植物もあって、改めて島って興味深いなと思ったの。面白すぎて、途中から一攫千金のことは忘れていたわ。そういえばそんなこと言っていたな。本州とは違う変化を受けてきた島の歴史や特性は、なかなか興味深いものがあることは確かだぜ。うん、また今後も知っていこうと思うわ。今後も様々な情報を発信していくから、ぜひ高評価、チャンネル登録をしてくれよな。こんな島について解説してほしいというコメントも待っているわよ。それではご視聴、ありがとうございました。